さあ、それではやっていきましょう。アンダーテイル、今回ちょっと設定画面におります。命も日のに光にこそ耐え忍べてなわけでね、フレームがね、このようになしとシンプル、セピア、ダイナミックとあります。今回セピアにしていこうかなと思います。もう一個ね、なんかビューティーっていうのがあるんだけどね、これはちょっとやってる最中に俺が笑うので、きっと右下と左下に壮絶に笑うので、今回ちょっとセピアでやっていきましょう。ではじゃあここからお話をねする前に、なぜか有名なメーカーのチョコが入っている。はい、ジンジャーブレッドを作るときに使うモンスターの形のクッキー型が入っている。あまりにも大きなパイなので恐ろしく食べる気にならない。コンロは汚れていない。トリエラは魔法で料理をしているのだろう。赤い文字はないよ。安心して、安心して、俺が安心してるから。さあ、歴史書だ。適当なページを開いて読んでみた。バリアの中に閉じ込められた我々はさらなる攻撃に恐れ退却した。そして地底の奥深くへと進み、やがて洞窟の行き止まりにたどり着いて、我々はそこを新たなホームタウンとした。名前はホーム。我らの王は偉大だが、ネーミングセンスはいまいちなようだ。残念。道具の先は危なくないように丸く削られている。いいね。炎は熱くなく暖かくて心地よい。手を入れても平気そうだ。でもやめておいた。あら、もう来たの？新しい家族ができてとても嬉しいわ。あなたに読ませてあげたい本、古い本がたくさんあるの。とっておきの虫取りスポットにも連れてってあげましょうね。カタツムリだね。それからお勉強は私が見てあげますからね。意外かもしれないけど、実は学校の先生になるのが夢だったのよ。そんなに意外でもなかったかしら。うん、そうだね。とにかくあなたとここで暮らせてとても嬉しいわ。何かご用かしら。どうしたの？どうもしないよ。どうもしないよ。そう、何？うん、その会話パターンをね。で、うん、めたいめたい。この今読んでるこの本の話をしてあげましょうか。カタツムリ72の使い道っていうのすごいね。聞きたい。うんうん、一応聞いとこうかな。それじゃあカタツムリの豆知識を一つ。カタツムリはね、靴ひもの素材には向いてないのよ。そうだね。そうだね。それじゃあまた用があるとき声かけてね。どうしたの？どうもしないよ。おう、じゃあね、僕ね、そろそろここから出たいんです。喋ることがなくなりそうなんです。私はちょっと用事があるからここで待ってなさい。オッケー。トリエルが座らないちょうど良さそうな大きさの椅子だ。でも椅子生活に変えようかな。今座椅子座ってるんですけどね、そろそろ腰に来るんですね。ボロボロの本だ。誰かが繰り返し読んだのだろう。さあ、無音。お家に帰る方法を知りたいのね。この先に遺跡の出口があります。その向こうは地底の世界。一度出たらもう中へ戻れません。これから私はその出口を壊します。もう二度と誰もここからいなくならないように。いい子だからお部屋に戻っていなさい。さあ、長い廊下を。ここに落ちた人間は皆同じ運命をたどる。私はこの目で何度も見てきました。ここへ来て、ここを出て行って、そして死んでしまう。死ぬのシンプルじゃないんだね。あなたは何も知らないの。この遺跡から出ればあなたは彼らにアズゴアに殺されてしまうわ。これはあなたを守るため、わかってちょうだい。お部屋へ戻るのよ。断る。僕はね、この先に行かなきゃいけないの。止めても無駄よ。これが最後の警告です。僕はね、この先に行かなきゃいけないの。どうしても出ていくというのね。そう、あなたも他の人間たちと同じなのね。なら残る手段は一つしかない。私を納得させてごらんなさい。あなたの強さを証明するのよ。トリエルに行く手を塞がれた。話す。適当な話題が思いつかない。いった。トリエルは態度がよそよそしい。もう一度話しかけようとしてみた。が、ダメ。危ないよ、危ないよ、めっちゃ危ないよ。トリエルは目を合わせようとしない。皮肉なことに話し合いでは解決できそうにない。それは残念。ドド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 ド。めっちゃ痛い。大きく息をついた。皮肉、もうこれないな。オッケー。
もらうな、ここ。大きく息をついた。戦えません。戦わないよ、絶対に。あ、すごい。横じゃない。縦になってる。すごい。読みやすい。逃げる。一回逃げようか。バトルから逃げた。足が生えた。それでいいのよ。お部屋へ戻りなさい。やだ。もう戻ってきたの？それはね、戻ってないからね。本当に聞き分けのない子ね。じゃあ、ちょっと逃がす。ちょっと偉そうに痛い。偉そうにちょっと苦痛い。とりあえずは魔法攻撃を準備している。偉そうに逃げてみよう。逃がしてみようか。逃がしてあげるよ、この戦いから。ね。ね、偉そうに。態度がよそよそしいの？じゃあ逃がしてあげるよ。ね。もう僕はね、戦いたくない。僕はね、もちろん痛い。僕はもちろん戦いたくないからね。魔法攻撃を準備している。僕はね、ネオン。僕はね、逃げる。僕はね、逃げるか戦うかしなさい。あ、なんかコメントによるとね、アイテムを使ってからもう一回やるとなんか殺されることができるらしいんですけれども、そんなことをさせるわけにはいかないのでね、もうこのまま戦いが終わるのを待ちます。僕はね、なんなら早送りして待つからね。ここで戦うつもりがないなら逃げて。嫌です。今逃げもしねえし隠れもしねえ。だけど武器を向けることもしねえ。ひたすら待ってやる。ひたすら待つぞ。ここにね、ここに向けないからね、絶対に。絶対にってことはないんだけど。なあ、魔法攻撃を準備してるのに逃げなさい。でもしてんだ、そのね、もう目線がね、目線がもうこっち向いてない。ここちょっとキッてするけど、すごい目線をそらす。目線をそらしてなお攻撃を外しまくるっていうね、奇妙な系統をしてるんだよね。もうそろそろこのこっち来そうな球をガンガン避ける。分かってるわ、あなたがお家が恋しいのよね。でもね、適当な話題思いつかないんですね。お願いだからお部屋へ戻って。でも逃げられないんです。私がちゃんとお世話をする。約束するわ。確かにここは何もないところだけど、私たちきっと楽しく暮らしていけると思うの。これ以上私を困らせないでちょうだい。お願いだからお部屋へ戻って。私本当にダメね。子供一人満足に救えないなんて。いいの、分かっているわ。一生ここで暮らすなんてあなたは嫌よね。慣れてしまうと遺跡はとても狭いところだもの。ここはあなたにとって良い環境とは言えないわ。私の望みも寂しい気持ちも心配もあなたのために今は全部忘れましょう。どうしても行くというのなら私はもう止めません。でも一度この扉の外に出たら二度とここへは戻らないこと、どうか分かってちょうだいね。なんで戻ったらダメなのさ。戻ったっていいじゃないさ。またここのベッド借りたっていいじゃないさ。さよなら、私の大事な子。我が子よ。さあ、じゃあ、行こうか。戻れる。ダメ、この先、何があっても、絵はこのうちには、戻らない、こともない。さあ、長い廊下を抜けた先に一体何が待っているのか。一体、帰らして、お前に用はない。ああ、なるほどね、感心したよ。君自分ではうまくやったつもりでしょう。でもこの世界では殺すか殺されるかだ。たまたま自分のルールが通用したからっていい気になるなよ。たった一人の命を救ったからってさ。さぞかしいい気分だろうね。君は今回誰も殺さなかった。だけどさ、もしも殺人鬼に出くわしたらどうする？そいつに何度も何度も殺されて、とうとう心がくじけたら、その時はどうするの？苛立ちに任せてそいつを殺しちゃう？殺人鬼相手に殺すって判断ができるのがすごいよ。それともこの世界を完全に見捨てて、僕に支配させてくれる？なぜなら僕はこの世界を未来のに、あ？もう一回言わしてね。なぜなら僕はこの世界の未来を担うプリンスだから。
心配しなくていいよ。君を殺して力を奪うつもりはない。それよりもっと楽しいことをやるつもりさ。顔でかいな。もうこの声にビビらないぞ。俺はもうビビらないぞ。この辺でジタンダ踏んでやる。この辺でジタンダ踏んでやるよ。おらー、行くぞ。さあこれから始まる物語、一体何が起きるのか。アンダーテイル、その先あなたの目で確かめろ、なんていうことを言ったりしますが、バイトビーフォックスなわけですが、この先もしっかり実況させていただきたいと思います。ではどうもグラシャです。さあやっていこう。アンダーテイル、帰りたい。でもこの BGM ね、怖いんですよね。正直怖いんですよ。でもね、刺激に隠しカメラがあるんです。きっと何かに監視されてるんです。とりあえずではないと思うけれど。さあじゃあ行こうか。ちょっと BGM 上げようか。俺もう一回ビビるかもしんないから。さあ先に進むぞ。もうね、その急にね、急にこのこれとか怖いよね。もうこの影がぶわってくるの怖いよね。さあ木の枝、俺は踏まないけど。ああ誰だよ踏んだの。コッパみじんに砕けている。コッパみじんだ。さあ、あーもうなんか、なんだろう、知ってるのにゾワゾワする、知ってるのに心ゾワゾワする、すごいなんかもうこの感じやだ。ああなんかいたでしょ、今なんかいたでしょ、消えたけど、なんかいたでしょ、知ってるけど、でもゾワゾワする、やだな。ほら変な音しだすもん。なんか UFO 来てんじゃねえかっていうような音しだすもん。すごい怖いよ俺。これ口数が多いのは怖い証拠だよ。ああこれなんかが歩いてる。何かが来た、なんかが来たよ。おい人間、初めて会うのに挨拶もなしか。それだってね、こっちから見てないもの。こっちを向いて握手しろ。でーでーでー、握手。あはん、引っかかったな。手にブーブークッションを仕掛けといたな。お、なんかすごい読みやすいっつうか、なんかポップ的な文字だね。お約束のギャグだよ。それはそうだ、あんた人間だろう。ああウケるな。オイラーさん、見ての通りスケルトンだ。人間が来ないかここで見張ってるって言われてんだ。つってもオイラ的には人間捕まえるとかどうでもいいけどな。でも弟のパピルスは筋金入りの人間ハンターだぜ。あ、噂をすればパピルスが来たっぽいな。そうだ、とりあえずこのゲートっぽいのくぐれよ。普通に通れるだろ、パピルスが作ったんだけどさ、意味ないよな。そうだね、そのちょうどいい形のランプに隠れてくれ。オッケー、この都合のいいランプに。よう、パピルス。よう、ではない。何お前縦読みなのな、お前縦読みなのな。パズルを調整しておくようにと8日前に言いつけたのに、いまだに何もせず勝手に持ち場を離れてフラフラと。こんなところで何をしているの、何をしているの。なんでちょっとおねえなの。そこのランプを見ている、いいランプだろ、お前も見ろよ。そんな暇はない。人間がここを通ったらどうする、人間の襲来に備えるのだ。せろか。そして必ずこのパピルス様が人間を捕まえてやるのだ。そうすればこの偉大なパピルス様の望みは全て叶う。人気者になって尊敬されて、ついに憧れのロイヤルガードになって、そしてみんなにお友達になってって言われちゃったりして、毎日ラブラブ光線を浴びまくるのだ。そんならこのランプに相談してみるのがいいかもな。ちょっと適当なこと言わないでよ、この腐れつけるとめ。毎日何もせずに骨クソ欲しいってばっかのくせに、骨クソそんなだと偉い人になれないんだぞ。ちょっとなんか可愛らしい感じなの。いやいや、こう見えてもトントン拍子に出世してるんだぜ、スケルトンなだけに。タタタン、サムサンズ。まだまだ顔が笑ってるぜ。知ってる、悔しいけど。ああなぜ俺様ほどの偉大なスケルトンが人気者になるのにこんな苦労しないといけないのか。パピルス、たまには体の肩の力抜けよ。それが本当の骨休めなんつって。タンサ
い、俺様は自分のパズルの管理で忙しいんだ。まったく、兄ちゃんは本当に、兄ちゃん、兄ちゃん、かわいいなお前。兄ちゃん、そうかお前、兄ちゃんって呼ぶのか、そうか、兄ちゃんか。骨の髄まで怠け者だな。にゃへへへ、にゃははは、にゃははははは、にゃへへじゃない。もういい？もういい？よし、もう出てきていいぜ。オーケー、ありがとう。おう、旅立ち。早く行かないとパービルズが戻ってくるぜ。そしたら、オイラのキレッキレのダジャレが再び炸裂するぜ。ててんてん、サンズ！オーケー、行こう。警備員の詰め所のようだ。なぜかケチャップとマスタードとピクルスが置いてある。あとソーセージもとパンも置いておこう。ホットドッグの出来上がりだぜ。ウェイ。なあ、ちょっと一つ頼んでもいいか。ここ最近パピルスはずっと落ち込んでる。あいつの夢は人間に会うことだから、あんた会ってやってくれ。大丈夫、パピルスは実はそんなに危険なやつじゃない。頑張って強そうなふりしてるだけだ。だから一つよろしく頼むぜ。オイラはこの先で待ってる。このそっちじゃない、そっちじゃないと思うけどね。じゃあ、あのランプの形のちょうど良さを思い出すと決意がみなぎった。実に都合が良かった。ボックスの道。あ、ボックスね。これは異次元ボックスです。中にアイテムを入れたり取り出したりできます。この先にも同じボックスがあるので、いちいちここへ戻らなくても大丈夫です。ボックスマニアより、エンダーチェストですね。異次元ボックス使いましょう。じゃあおもちゃのナイフしまっとこう。この丈夫な手袋を持ってこう。じゃあで、丈夫な手袋をね、ちょっとインフォメーション。武器、ピンク色のすぎれた革手袋5本指用。じゃあ、もう丈夫な手袋もしまっとこうね。武器に頼らない。最後はどうかわかんないけど、お笑い蝶がパタパタ飛んできた。お笑い蝶を分析しておこう。お笑い蝶、観客にネタを聞かせるべく戦うティーンコメディアン。朝飯、シリアルフロスデンガナ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 。濡れた枕の匂いがする。湿ってる。ネタを披露、笑を吸う。笑ったげよ。お笑い蝶のダジャレを聞いて笑った。おもろいやろ親父め、見たか。これがほんまのお笑い調な、クールなジョークに満足げだ。オッケー、めっちゃ笑ってる。ちょっといいことしたのかな。釣竿が地面に突き刺さっている。釣り糸を巻いてみる。そっとしておいた。ちょっと巻いて。釣り針には変な顔をしたモンスターの写真が引っかかっている。電話ください。これが僕の電話番号です。電話するのはやめといて。そうだね、やめておこう。電話多分ね、繋がらない。あそこ圏外だよきっと。おっと、そしたらさ、アンダインがさ、くるくるー、ウィ兄ちゃん、あれって兄ちゃんってイントネーションがいちいち可愛いな。ひょっとして人間？いや、あれは岩だ。なんだ、見ろよ、岩の前になんか立ってるぜ。いー、いーじゃなくて人間？信じらんない。兄ちゃん、俺様がついにやったぞ。寛大に褒められる。これで俺様は人気者、人気者、友達いっぱい、嬉しいな。おい人間、お前どうさんぞ。偉大なるパピルス様が阻止してやるからな。貴様を捕らえて都に連れて行って、そしてあとは知らないけど。知らないのかよ。とにかく貴様覚悟しろ。にゃははははは。うまくいったな。心配すんなって。悪いようにはしないぜ。オイラに任したけよ。任せた。その兄ちゃんって呼ぶパピルスが思いのほか可愛らしくて、氷棒が飛び出してきた。氷棒。アイスハット、キャップ、分析してみようか。氷棒の棒は帽子の棒だけど、その感じは帽子の棒じゃないと思う。この帽子イケてる。あ、僕のだった。いやうまいね、うまいこと言う。氷棒は鼻にかぶる帽子も欲しいようだ。鼻にかぶる帽子、ちょっと氷棒の帽子褒めてあげた。かっこいいね。ふん、今更じゃない。ちょっと小生意気だね。
小生意気なその帽子へし折ってやろうか、へし折ってやろうか。違うよ君、帽子はないよ、ないよ。ああへし折ったダメじゃないか、危ねえ。吹けが雪のようだ、無視するぞこの野郎。なんとか目を背け続けた。帽子は苛立って、凶暴は苛立っている。ねえ何してんの。よいしょよいしょ、当たる。ちょっとこれ逃げよ、バトルから逃げよ。ちょっと申し訳ないことしたと思う。俺はね、あの帽子をね、帽子を殴ったつもりでいたの、帽子を殴ったつもりでいたんです。セーブするけど、やっぱあいつね、あの初見プレイの時にもそうだったけど、分かんないんだってお前のことは。盗んじゃうぞ、帽子を盗もうとした。もう少し弱らせないと盗めない。助けておしゃれポリス、おしゃれポリス助けて。このなんかおしゃれじゃないチェックの野郎が、なんかボーダーの野郎が襲ってくるんだよ。そうか、じゃあもう一回殴っとこう。ねえこの帽子イケてるでしょ。そうだねそうだね、そのトゲトゲはいただけないけど、そのトゲトゲはいただけないけど、痛くなかった。盗んでやる、凶暴の帽子を盗もうとした。もう少し終わらせないと盗めない。やっぱりコスドラめ、コスドラはもうちょっとコソコソしてると思うぜ。危ないな。もう一発殴って大丈夫、帽子がちゃんとあるか確かめている。大丈夫か帽子、君は帽子は、君帽子は大丈夫か、大丈夫か。吹きが雪のようだ、凶暴、盗むぞ。凶暴の帽子を盗もうとした、うまくいった。そして帽子は手のひらで、手の中で溶けた。すごく寒い。あれ本体は、凶暴はもういない。ユーミン、いいのこれ、いいのセーフ、アウト、セーフ、大丈夫なのかな、あれ大丈夫なのかな、俺大丈夫かな。まあいい、行こう。大丈夫、倒してはいない、倒してはいないよ。お笑い蝶がパタパタ飛んできた、やじってみる。おもんないと告げた。自分全然重いんじゃないで、せやろか。入った、盗まれ、濡れた枕の匂いがする。じゃあ笑おう。お笑い蝶が面白いこと言う前に笑った。なんもおもろいこと言うてへんで、ごめんなさい、自分関西もんじゃないんで、中途半端でごめんなさい。濡れた枕の匂いがする。じゃあちょっとネタを披露してみようか。氷ネタの寒いダジャレを言った。それおもろいと思うてますの、何言うたかわからんのでわかりまへん。じゃあちょっと分析、観客にネタを聞かせる。自分凍らしめたるで、つって、笑っとこうか。おおきに、ほんま最高やで。そうか、での関西弁はすごい中途半端で、てかこういこの世界に関西弁があるのな、そこだよ。You win。ダンボールにナレーションが書いてある。貴様は思った、これは立派な身がはり小屋だ。貴様はもう一体誰が作ったのか、きっとあの有名なロイヤルガードの男に違いない。ちゅう、まだ有名なロイヤルガードにはなってないけどね。そうか、動くな絶対、動くな、ドンストップ。なんか動いたか、気のせいか。俺はよ、動いてるもんしか見えんのよ。動いたもんには容赦しねえ。そう、例えば人間とかな。二度と動けねえようにしてやるぜ。ワンボーに、ワンボーに行く手を塞がれた。ワンボー、ヤンボー、天気予報、分析。動くものにすぐ興奮する趣味、リスなど。1ミリたりとも動くな。ワンボーは何も見つけられないようだ。撫でてやる。ワンボー撫でた。撫でられたぞ。撫でて、泣いて、撫でて、抱いて、泣いて、抱いて、泣いて。ワンボーは撫でられた。You win。いやー、なでなでされたぜ。動かねえもんになでなでされたぜ。ダメだ。骨っこジャーキーでも決めて、落ち着かねえ、決めてとか言うな。骨っこジャーキーが危ないみたいじゃないか。そうだ。おい、誰かいんのか。おい。いねえよ。いねえよ。誰かが骨っこジャーキーを決めたはずだ。誰だ、骨っこジャーキーを決めたの誰だ。おお、びっくりした。よう、一つ大事なことを教えておくぜ。ファビルスはスペシャル攻撃を使ってくる。青い攻撃が来たときは動かなければダメージ受けないぜ。覚えやすいように説明するな。信号が赤になったらみんな止まるだろう。信号は赤が止まりだけど青は止まりだと思える。な、簡単だろ。バトル中は青が止まり、色がややこしい。それ黄色。いやー、氷が。
その看板を読みたい、それだけなんだ。北氷、南氷、西氷、東スノーフルの町、スノーフル、スノーディンじゃないと氷。あ、雪だるまがいる。こんにちは、僕は雪だるまです。僕の夢は世界旅行。でもあいにく僕はここから動きません。旅人さん、もしよかったら一つお願いしてもいいですか。僕の体から雪を取って遠くへ運んでほしいんです。溶けなきゃいいよ。よかった、どうかよろしくお願いします。雪だるまのかけらを手に入れた。目の前で使っちゃいけないよ。雪だるまのかけら 45HP 回復。世界の果てまで連れてって。私をスキーへ連れてって。なんか前も同じようなこと言った気がするな。おっと、兄ちゃんは怠け者だ、兄ちゃんは怠け者だって、なんか兄ちゃんって、ね、響きだとどうにも北村絵里の響きが。一晩中昼寝をしてたし。それは昼寝じゃなくて普通に寝てただけだ。またそうやって言い訳ばっかり。うひょ、人間がやってきたぞ。ここは父さん、我が兄バッと共にパズルを仕掛けてやった。このパズルはなかなかショッキングだ。何しろその名も透明ビビル迷路。この迷路の壁に触れるとこのオーブから強力な電撃が発生する。どうだ、素晴らしいだろう。もっとも貴様にとってこれは悪夢の始まり。余裕かましていられるのも今のうちだ。はい、それじゃあ始め。え、今言っていいの、今言っていいの。じゃあ時間が時間なので、次ここのパズルに挑戦するところがやっていきたいと思います。ではありがとうございました。